はいどうもこんにちは、ミズピーのボーリングの部屋、プロボーラーのミズピーです。いつもありがとうございます。今日はですね、またまた安藤ひとみプロに勝負をふっかけてきました。何の勝負しようかなと思ったんですけども、某、ね、テレビ番組皆さんもうご存知な思いますけども、18人ぐらいの、ね、女子プロが揃って投げて、12人にカットするという競技があるんですけども、それをちょっと応用させてもらって、ただ6レーン、6レーン使って、勝負がちょっと今、ね、お客様が投げてるので動けないので、ですね、今日は趣向を変えて、じゃじゃん、はい、じゃじゃん、見えるかな、はい、レーンを変えないでボールを変えて投げようかなと思っております。はい、順番に言いますと、まあ順番じゃないか、ゲーとシュアドミネーション、ニュートロンフィジックス、ストロングバイト BG、コードワン、アストロフィジックスということで、今日はこの6個のボールを1投ずつ投げて、何点じゃないや、何回ストライク出るかの勝負をしてみたいと思っております。で、縛りとしては走るボールから順番に投げようかなと思ってますので、ちょっと僕の知識が間違ってたらごめんなさい。光った球から順に投げていきたいと思いますので、そちらをご覧いただきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。さあ練習しました。さあいざ本番です。さあ行きましょう。まずは初代ゲートから。よし、レーンはハイスコアレーンのはず。はい、戻れ戻れ戻れ、はい、ストライク。よっしゃ、昨日もあのボールがね一番イメージ良かったんですよね。ここからが未知の世界に入っていきます。はい、次に走るボールなんだろう。これはアストロかな、アストロフィジックスを行ってみたいと思います。ちょっとでも寄っといた方がいいかな、ちょっと動き緩いんですけどね。さあどうだ、戻るか。ああ寄らんかった、よかった。そうか、そうやね、アストロフィジックスのがカバー弱いんやね、これ確かゲートよりちゃうかったかな、あんまり勉強してないから感覚で投げてしまった。はい、ということで残念ながら天秤タップでした。はい、次はじゃあピンダウン投げとこうかな、先に。はい、ピンダウンのシャドルネーション。ちょっと今の感じで手前から曲がるから同じとこ投げていけるはず。あ、ちょっと中落ちたけど、どうかな、倒れ倒れて、うし、倒れた、セーフ。はい、じゃあ今29点ですね。はい、ストライク2個の天秤タップは1個。はい、3個終わりました。さて、じゃあ次はパールが残ってるので、コードワン行きたいと思います。コードワン切れるやろな、これちょっとお湯を使っていいんやろうか。1枚、あ、 0.5 枚だけやろう。はい、0.5 枚だけ脱位置をやりました。当てすぎた、戻るかなこれ。おほほほほ、イエーイ、セーフ。はい、これで4分の3ですね。綺麗なストライクじゃないけど、ちょっと今出すぎましたもんね、先の甘いとこ行ってしまった。さあ、じゃあ今の部分をちょっと強めのボール投げたらどうやっちゅう話ですよね。はい、 BG、 ストロングバイト BG、 今のとこを投げたいと思います。
さあ戻るか戻るか戻るか、うお、戻るよりもやられてる。はい、でもラッキー。よし、これで5分の4になりました。5分の4ストライク出ましたよ。で、そので今なんぼや、49点か。さあ最後ニュートロンフィジックス超ゴリゴリソリッド、これが一番どうなるかが分かんない。 BG でも手前捕まったんでね、今フィジックスやったらデイリーのオイルで投げれるのかな。投げれるよね、オイル使えばね。はい、2枚ぐらい打ち寄ります。戻る、曲がる、曲がる、おっ、わー、勝った、やってしまった。はい、6個中4個ストライクの9と8やから、57点ですね。はい、皆さんありがとうございました。いかがだったでしょう。57点、これはいい勝負になってるんじゃないでしょうかね。はい、ダンドプロがどのようなボールを使って、どこを攻めてるか全く見てませんので、同時配信したいと思いますので、どうぞ両チャンネルをご覧いただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日は以上でございます。内容がよろしければグッドボタンお願いします。チャンネル登録ボタン、ここ僕のチャンネル登録ボタンです。よろしくお願いします。こっちアンドプロと今チャンネル数登録数勝負してますけども、一応載せておきますので、気になる方は押してください。もう追いつかれそうなんですけどね、困ってるんですけど、はい、なんとか逃げ切りたいと思っております。はい、また次も、いろんな配信をしていきますので、どうぞご期待ください。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。